仕事も頑張れない、家事も頑張れない、殴るぞってなっちゃうから、とにかく早く返事を出す、待たさない相手を。30になるまでに自分から早めに動いてガンガン申し込むっていうのが、よろしくお願いします。お待ちしておりました。どうぞ。はい、よろしくお願いします。ではまず簡単に自己紹介からお願いいたします。はい、株式会社結子物語代表取締役刈谷正弘です。よろしくお願いします。どういった事業をされているんでしたっけ？兵庫、大阪、東京、名古屋で結婚相談所という相談所業をして、結婚相手を探す、紹介する、そして、たくさんの方に幸せになってもらうため結婚までお手伝いをしています。本日のフォージャパンプロジェクトの YouTube 企画の企画なんですけれども、はい、以前 NHK で放送された100カメの続編だということを聞いたんですが。そうなんですよ、はい、100カメっていう NHK の番組、はい、オンデマンドでもやってるんですけども、先月も NHK の100カメ見ましたっていう入会説明の方いらっしゃったんですけども、はいはい、あれが結構人気で、たくさんの反響あって、はい、その後どうなったのどうなったのって、その後は知りたいっていう連絡問い合わせたくさんあったんで、はい、NHK さんにお願いしたんですよ。続編を、そうです、続編やってくれないかと、はい、丁重に断られたのでじゃあ自分たちでやってみようということで、はい、今回100カメとまでいかないですけども、まあ10カメですみません、ちょっと10分の1で、ね、縮小しちゃいましたけれども、はい、内容はもう盛りだくさんでいきたいと思いますけども、はい、現状うちがその後どうなったかとか、あるがままを見てもらえたらいいなと思いまして、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いいたします。ちなみに今日のこちらの様子なんですけれども、既婚した男性と未婚の女性のお二人に忌憚なき意見でビシバシコメントしてもらおうかと思いますので、そこのところもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。極端な意見ということですね。北海道の以前は大変お世話になりました。フォトウェディングの写真を送ります。え、どういうこと？服装見てくれたこと？え、わざわざ送ってきてくれるんやって。美人やん、奥さん、ね、めっちゃ綺麗。で、ちょっともう凛々しくかっこよくなってる。見たい見たい見たいよ、その写真。かっこよくなってるよ。めっちゃなんか美男美女になってる。めっちゃ綺麗やん。でしょ、めっちゃ綺麗ですよ。こんな美人見たい見してくれないのかな、これで。かっこいい。そうでしょ、全然違うでしょ。いや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 、かっこいい、かっこいいです。かっこいい。かっこいい。見たい。え、どういうこと？いや、見た？じゃあまた今から。ほら、みんなもどういうこと、どういうことになってる。かっこいいっていう連呼するから。お電話ありがとうございます。結婚物語の小中でございます。はい。様、お相手の方とお会いできましたか？あ、そうですか。その件でお電話させていただいたんですが、電話出られなかったので、もしかしたらお会いできたのかなと思って失礼いたしました。よかったです。なんだかね、少し遅れるみたいなので、もう少し待つこと大丈夫ですか？様。大丈夫ですか？はい、申し訳ありませんが、お待ちくださいね。もう結構リアルだね。なんかこう遅れるとか。待っても会えない、そういう方来られないことありましたら、連絡し合えるっていうのがいいですね。もし会えできたらもう連絡はいらないので、うん、はい。はい。じゃあ申し訳ないですが、もうしばらくお待ちくださいね。はい。はい。ご連絡ありがとうございます。失礼いたします。はい。はい。1分以内、わかりました。それはどちらのサイトですか？ IBJ ですね。はい。ちょっとこのまま確認いたしますね。少しお待ちくださいね。すみません。取り下げるってことはもう、はい、表記をしないでほしいってことですかね。かな？多分そういうことだよね。じゃあいい人が見つかったのかな？はい、はい、ご連絡ありがとうございます。はい、では失礼いたします。こういう依頼もあるんですかね。
もういいですってことですね。うん、同じ方向を向くんですね、このデスクって。ね、向かい合わないの、なんか新鮮ですね。3人こんな人もしもできた。いい？さんは年下好き。ね、いいよな。いいよな。29日の午前中にご連絡してるんですね。で、既読がつかないけど、たまにログインしなくても通知から入ると既読がつかずに確認いただくこともあるので、お返事もないからちょっと心配でご連絡差し上げたんですが、はい、あ、そうなんですね、ごめんなさい。あ、理由ね、コメントでも入れさせていただいたんだけど、ちょっと急遽別のご縁で次のステップに進むっていうことになったみたいで、それで白紙してほしいって連絡があったんです。なるほど。はい、申し訳ないです。こういうこともあるね。前日にでも。失礼いたします。ちょっとでも前日はちょっと、気づいてなかったみたい、はい、明日の海は白紙を伝えてたけど、まあ、いい出会いだね。そうですね、ちゃんとご縁って。うん、この子が既読にならへんから解除もできてなかしてなかったみたいで、既読待ちやったみたいで、それ29日やったらそうするかな、そうそう、明日のことやったら逆に解除しちゃうけどね。そうだから今電話したら ね見落としてたって言って、見落としがちになっちゃいますよね、連絡をおろそかになっちゃいますね。休憩だけれども一回も見て出せてないです。困ったね。おはようございます。結婚物語の沖と申します。怖そう。なんで出ましたか、わかる？いや、怖い怖い。何、体調悪かった？なんで連絡したか分かる。インフルやった。うん、うんうん、うん、先週の話やな。うん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 、もうコメントにインフルエンザになってしまってって入れて。いいね、いいね。再調整お願いします。それを入れて、申し受けの人な。うん、その人もいくつかもうちょっと先の日程でいいから、全く返事せえへんのはあかん。うんうん、だからそれで今ピンときてなかったのかな、相手の男性に対して、ね、かもしれないですね。もう無視しちゃってたっていうの。でもそれはダメだからっていうことで。待って、一人でおってな、ちょっと不安になっとんやろ。大丈夫か。うん、そのちゃんとご飯食べてる？ご飯っていうおかゆさんみたいな、ちゃんと炭水化物取ってる？おかゆさん。その時の大丈夫もあるし、今ほら急に冷えたり してるやん。うん、そんなんもあるから、勝手に落ち込まなくていい、それはな。ね、それから病院は行ってないの、また。結婚以外のね、そうだ ね健康面、ね、メンタル面とだったらそうやわ、多分。ブシブシ痛くなるわ、熱が出るからやな。なんかとにかく早く返事を出す、待たさない相手を頼むで。で、それはね、自分の気持ちの中で動こうって思うんだったら、それでいいよ。こっちはいつでも、いいよって思ってるけど。優しい。優しいな。怖いとか言っちゃったけど、優しい。何に対しての不安？うん。クリスマスもあるから。焦っちゃうんですね。あ、そっかそっか。うんうんうん。精神的なものを聞いてる、私。それは大丈夫かなと思うのよ。うん、今写真非公開にしてるじゃない。なんかすぐにでも開ける開けられるよ。ロゴインもできるでしょ。あ、そうかそうか、休会扱いにしたからログインできんのか。開けるから、うん、気持ちがね、
オッケーオッケー、わかった。そしたら開けるわ、今日。16日だっけ次会うのは。うん。そしたらその時に、開けたその後の状況をまたお話しようか。はいはい。じゃあ、16日ね。うん。寒くなってきたから。気をつけて。互換的存在なんでしょうね。ありがとう。はい。ともちゃん。さんな。ちょっと活動せえへんから休暇扱いにしてって言いながら休暇になってないね、月会費も払っとんねんな、戻したいん。なんか内容変わってないですかね、今からあの連絡する言うとった、あの豊田さんに。あ、そしたらプロフィールの内容ってことやろ。そうなんです、変更してから開けてもいいんですけどね、ちょっと。あ、そ、これを見た言うて全く見えへんから、ね、あのスクリーンショット送りますよ。さんは誰と真剣交際か。さん、もしもし。はい、様の携帯ですか。はい、結婚物語の沖と申します、お世話になっております。あ、来週海外出張なの。どこに行くの。うわ、かっこいい。行く本人は嫌だろうけど聞いてたらかっこいいじゃん。サンフランシスコか、へえ。かっこいい。でも今ほらあの LINE で通話もできたりするからね、連絡は心配なんでしょうね、取れるかなと思うので、それがあるからあのステータスの変更全然あの 焦ってませんみたいな感じで向こうから来てます。うん、あ、そっかそっか、全然いいんじゃない、よかったね。でもそっか、そしたらこれもハートつけたりできるかなと思うんだけど、今も案件見てもさんの方の案件は残ってなかったので、じゃあ真剣交際の方に移行できると思います。うん、あんまり浮かれてたらダメよ。バレてる。男子っぽく決めないと。抜かれるから、男子は、大体。なんかまあまあ、あの、向こう行ってても、それこそ LINE とか、うん、気にしてほしい。通話とか、LINE 通話とか、できるかなと思うので、またそれは、頻繁に連絡を取るっていう風にして。クリスマスまでには帰ってくるの？そうだよね。あのどっか食べに行くんだったら予約先に取っとかないとあれだよ、その時期取れないよ。ちゃんとしないとね。そこまでケアして、クリスマスディナー食べに行きたいな、ご飯作るじゃなくて。女性の意見も、ねねうん、行きたいですね。クリスマスディナー、彼女の方のステータスがあの変えられますよっていうことになったら、あのサンフランシスコにいるかもしれないけど、こっちで書いておきます。そうですよね。うんうんうん。そしたらちょっと密に連絡取ることはされた方がいいかと思うので。うん、そこだけ気をつけて。はい。じゃあ、体調管理しっかりしてね。海外行って、うん、壊さないように。はい、頑張ってください。はい、失礼いたします。400万だったらどうですか。20代だったら400万ぐらいの方も多いと思うんですけど、革命400万。ああ、年収の話だ、厳しい。なるほど。革命500万だったらお見合いできますか。うんうん。何歳ぐらい上行くイメージですか。多分ね、30歳で年収500万で、それなりに普通の外見だったら超人気なんですよ。うん、だからかなり顔面頑張らないと。顔面頑張らないと。みたいな感じをしたり、めっちゃスタイルよく筋トレしたり、あの、あと話し方とか、コミュ力みたいなものも、あの、愛嬌的なものもガッて上げていかないと、多分29、30、31の年収500万で普通の外見、普通のコミュ力って狙うと結構ハードルが厳しいから、年齢を上げていくか、しかも家事が嫌いなんですよね。
若いうちに始めた方がいいでしょうね、本当に。あ、もう29の間に始めた方がいいから、できるだけ、もう別に全然うち絶対うちじゃないといけないっていうこともないので、30になるまでに自分から早めに動いてガンガン申し込むっていうのが、そうですね、夜中のテンションと勢いで一人入会資料以前取り寄せさせていただきましたっていうのはめちゃめちゃ笑ったんですけど、私が700万だからやっぱ同じぐらいの人、私が1000万だから同じぐらいの人ってなった時に、その人っていうのは別に年収が高い女を狙ってなくて、可愛くて若い女を狙ってるんですよね。自分が可愛くも若くもないけれども、そこを狙いたいとなると可愛くて若いライバルと戦えないで、多分その家事が苦手でも年収低くて家事苦手だったら救いようがないところがあるんですけど、男女ともね、男女とも、もうこれは女性がダメとかじゃなくて、男性でも年収300万で家事苦手ですって言ってる男性がいたら、お前は何を頑張るんだってなっちゃう。仕事も頑張る、家事も頑張る、殴るぞってなっちゃうから。そうですね、多分医師とマッチングするのは難しいと思うんですよ。29歳で35歳までの医師とマッチングするってなると、もうそれってうちの相談所だったらモデルとかミスコン4位の人とか、もう医師っていうだけでやっぱり男性はすごいモテちゃうので、ステータスがやっぱりすっごい顔面散らかってて性格悪い医者とかじゃない限りで、そういう人を私もさんに別に合わせたくはないので、そんな、なんかだからそういう意味で言うと医師以外の人になってくるとは思うんですけど、ちょっとメガネ取ってもらってもいいですか。もったいない感じがしますよね。メガネ取った方が可愛いですね。コンタクトで、可能ならカラコンとかできればいいかな。愛嬌とかを、そんな1週間2週間でめちゃめちゃ笑顔で喋って、すごい、あ、すごい、さすがとかいう感じに変わるってめちゃめちゃ難しいと思うんですよ。でも多分見た目とかだったら、例えば黒髪をちょっとこういうね、明るい色にちょっと明るくするとか、あ、ちょっとだから柔らかい印象をできることから少しずつ作ってみてもいいのかなと思いますね。女の子だったら、でもそうですね、女の子、うち LGBTQ の、結婚相談所、結婚相談所連盟にも加盟してるので、お互いにその条件が合ってる人同士を紹介し合う感じなんですよ。なんか全部が見れちゃったら、自分が申し込まない人も、その、普通の結婚相談所だったら別にいいけど、この人ゲイだよとか、この人レズだよって分かっちゃうわけだから、女の子と会いながら男の子と会うっていうのも、うちだったら可能は可能ですね。稼ぐ女性で、女性もいけるっていう人だと、アプリだと本当にメンヘラな女の子が多くて、そこにたかられる、専業主婦希望の女の子にたかられるっていうことが結構あるなっていう印象なので、結婚相談所の方が安全は安全かもしれないですね。向こうもちゃんと働いてるし。そうですね、両方とも、一応うちはあんまり他の相談所はないと思うんですけど、うちは全然両方、男と女と両方と会いながら婚活できるっていうのはありますかね。東京のおさん30歳、まあ結婚はしたくて子供も欲しいんだけど、はい、まあ今まで男性に恋愛感情を抱いたことがなくて、いろんな LGBT とかいろんなね、友情婚のサイトとかそういったところもやってるんだけども、好きになれないと。でも同居は可能だと。で、そういう人を探してるっていうことで、相談所部門ではものすごく難しいと思うんですよ。一応当社やってる LGBT の件とかもお話しして、一度連絡してもらって、はい、こちらの方がいいのか、結婚相談所の方がいい、僕はもう絶対相談所じゃなくてそっちの方がいいと思うので、まあそっちの方でまた面談していただければいいかなと思うんですけど。この方は、子供は欲しいけど、好きにはなれない。好きにはなれない。だから、子供作るための作業としてのそういう行為はいいけど、はい、スキンシップ、キスしたり、イチャイチャしたりは難しいと。あ、それは多分絶対無理ですと。じゃあ、アセクシャルさんですかね。かもしれないですね、うん。で、ご自身でも、まあ、ひょっとしたら病気かもしれんとか自分でもおっしゃってるんですけれども、うん、女性が好きなわけでもないんですよ。そのことを言った途端に多分振られると思いますと。うん、でも同居はできるけれども、行為を、見合いをしたいって言うんだけど、どちらに対しても、向けられない。組めないよっていう話もしたんですね。ただ、子供は、まあ、いろんな、ね、結婚のパターンっていうのがあると思うので、
恋愛の形態も全て変わってきてるから、うん、結婚の形態も変わってきてるんで、うん、まあ別部門でやってるんで、そっちの話を聞いてもらった方がいいと思うっていうことで。そうですね。一人めっちゃいい男の子いるんですよ。いいですね。何歳ですか？ 40ぐらいやったと思うんですけど。ちょっともうリストが頭に入ってるんですね、これ。すごい、もうパッと。どこの子の？その子は、確か男性が好きなんですけど、それまずくない？男性が好きなんだけど、男性とどうこうなろうっていうのはもう全然考えてなくて。で、女性と家庭を作りたい。あ、そこは共通してるんですね。で、そのもう家族を作りたいので、男性どうのこうのとか一切もなく、行為なしで家庭を作りたい。人を裏切るようなことはしませんっていうので、結婚相手探してるっていう、すごい素敵な子いるんですよ。ああ、そこのところはちょっと。なので、まあ遠いかな。お嫁に来てもいいよって言うんだったらっていうのと、あとまあ、アセクシャルさん、他者に恋愛感情抱かないけど、家庭作りたいよっていうような人は、うん、いるので、うん、だんだんオープンにしていい世の中になってきたからこそ、こういう相談内容も増えてきた。でも結構さらけ出すって大変だからさ、こう間に入ってくれる前向きで人がいるとさ、そのことに関してすごくいい、ね、そうですね、うまく伝えてくださるなんだろうって思ってて、涙するぐらいの性格のいい子なんで、そうだよね、非常に悩んでる感じです。で、何もしなかったら諦めるって言うんだけど、やっぱり子供も欲しいしっていうことで、まあなんか相談乗ってあげれればいいなと思って、連絡してあげてもらえますか？はい、この後連絡して、オンラインか、はい、東京来店やったら奥永さんで。あ、そうですね、江戸川さんで、はい、はい。どっちかでちょっと話したい、はい、時間取ってみます。人ほどやっぱり相手に何与えられるかっていうのを考えてないから、高望みを言ってくる人ほど人としてずれてるなって、打ち明ける1分で結婚できるかできないか決まってくるところがあるんですよ、借金とかって。でも女子は好きじゃなくて交際希望を出しているので、一緒にいたら疲れます、気を使います、そして体力がありません。